はい、お疲れ様でございました。今日一日を振り返っていただきたいんですが、はい、まあ購買者の方や販売者の方は朝早くから皆さん参加していただきまして、本当に心から御礼申し上げたいと思います。同数190なんと申し込みあったんですけれども、若干、欠場等で減りまして179等の上場だったと思います。ある程度の値段のいい価格帯の馬は結構な売却は良かったんですけれども、低価格帯といいますか、富士体馬と、そういう富士体馬の取引が今回はちょっと鈍ったのかなと、そう思っています。競走馬セールで、一歳市場サマーセール、オータムセールが、平均価格の下落という結果になりました。そういうものもだいぶ影響しているというふうにお考えでしょうか。そうですね、若干の影響はあるのかなと思いますけど、お腹に入っている受胎馬の取引は結構活発に行われたのかなと思ってますので、直接的な影響ではないと思います。地方競馬、が苦境に立たされる中で生産頭数の、減少が言われておりますが、そういう部分についてはいかがお考えでしょうか。常日頃から皆さん生産会はそういうところに立たされてますので、いつもそういうことを考えて生産していると思います。しかしながら強い馬作り、いい馬を作ることは使命ですので、繁殖の入れ替え等はやっていかなくちゃならないことだと常に思っております。強い馬作りの中でこの繁殖セールの果たす役割といいますか、今後目指すものみたいなのがあればお願いします。国内で行われているセールはこの当社の JS の繁殖セールしか今のところございませんので、なんとか牝馬の取引の場をもう少し活性化して、牝馬というもの自体に価値観をつけていきたいと、そう思っております。来年度に向けて課題があればお願いいたします。日本の馬主様、また馬をお持ちの方とにもう少し、皆さんこの競りを知っていただいて、ぜひご協力願いたい、頭数をもう少し増やしたい、そう思っております。どうもありがとうございました。件数をつけられるとどうの、はい、ちょっと風体馬がもう少し売れてもらいたかったなと思っていますので、そうですね、大体のとこですかね。もっと頭数を増やしたいということは、やっぱり200ぐらい頭数を集めたいということ。当面の課題は年明けの1月の再度競りをやりますので、その競りをもう少し頭数を増やしていきたい、そう思っておりますので、ぜひお持ちの馬主さんの皆様方ご協力をお願いしたいと思っております。どうもありがとうございます。